かラーメン、はい、博多食べました。行きました、食いました。おお、食ったんです。美味しい。え、細麺のやつやろ。細麺のやつ。なん、豚骨やろ。豚骨臭いやつやろ。臭かったっすね。でも違うんですか。どうでした。一緒だった。一緒一緒だった。何と一緒だ。大阪の美味しい豚骨ラーメン一緒だ。え、紅生姜って言った。紅生姜、あ、覚えてないっす。はい、なんか自分焼きラーメンも食ったんですけど、焼きラーメンには入ってました。でもなんか安いみたいな、向こうで食うとなんか、あー、なんか多分ちゃんと地域密着型のとこに行ったら安いのかもしれないです。え、何、あの、麺何ですか。片麺ですか。普通って言いました。おい、やっぱそこは普通なんですね。そこは最初は普通から入らない。あー、そうか。はい、というわけで小太郎くん支援してきました。で、今から VTR 見てもらいます。それではドンドドン。決勝戦の時に、自分練習だとよくベラヒーバされて、片手持ってこうやって立ってるみたいな展開が割と多いんですけど、
初めて多分試合であの展開になって、ああそうなんや、タッチベースのああいう形をちゃんと実戦で試せたのは初めてで、うん、まあ、割と練習の時の想定とあんまり外れることなくいけたんで、うん、そこは収穫だったなと思いました、うん、初めてなんだ、あの形初めてでした。いつもは多分練習ではもう毎日あの形になってるんです、はいはいはい、あのイメージが強いです、よく見る。でも大体まああれをやちゃんとやりだしたら多分そうチャオビになってからとか、あ、そうか、そうだ、試合で出し出したの、ほんと最近で、うん、まあ、言うときもチャオビで3大会しか出てないもんな。そうですね、はい、アジアと、あ、2大会、4大会か、この間も、あ、そうです、アジア、KIT、うん、で、前の関西、今回の福岡、うん、4つっす。ちょっとまあでも、試合はだんだん内容は良くなってきてるから、あ、ちょっとずつ慣れてきたよな。ちょっと慣れてきた感じがあります、うんうん、だからまあ今年はとりあえず道義も頑張るっていうことで、はい、そうですね、どんどん増えてます。そうね、でまあなんか近い、大会スケジュールやと、はい、次はみんな何人出るの？4月何があるの？なんか確か名古屋だよな、中部の方と、あとなんかパンクラスカップみたいなやつがあるような気がします。あのパンクラスじゃん、ローマのやつなんか確か違うでグラディ、あ、マジのパンクラスグラディエーターカップも別にグラディエーター出てきてないです、はい、パンクラスもしてないし、あ、そうか、はい、そうか、あ、死ぬまで戦ったりしてないたまになんか大きい犬と戦ってとか、あ、楽しそうだけど、そんなのあります？グラジエーター VS あーなんかライオンみたいな、そうそうそう、ライオン、マジで昔のやつね、うん、変な株の株は裸で、あ、裸でやるやつ、喧嘩家業だった喧嘩家業4月、5月か、内容、あれが多い、イベント多い、うそうそう、大きいのが多いの5月、5月は、まずあれだな、ADCC、はい、タイ、バンク、で、全日本もオープンが農技と道技2つあってるな。そうです、そうですね、はい、うん、最初と最後で、福島くんがワールドが松な、おー、松が6、初めの、うん、ドリカス、うん、まあだから、ちょこちょこ大会挟むわな、うん、うん、そうです。まあ7月ぐらいまで安泰じゃん、とりあえず大会は、うん、そうですね、うん、アジアは7月でしたっけ。アジアは6末とか、6末か、うん、そうそう、割と今後も楽しいことがありそうで結構多いですね、うん、ぜひぜひ、大会いっぱい出てください。わかりました。え、わかりました。福島君もあれやんか、もしかしたら、はい、柔道の試合、あ、ちょっと待ってください、4月14日に知らなかった、奈良亭柔道 VS、うん、柔術ってイベントがあって、なんか、あ、ちょっとだけ小耳に挟んだ、俺はどっちのチームで出るか、どっちだろうな、どっちでも並んでです、逆のチームかな、はい、それに向けて柔道の試合にも出ていきました。柔道競技も、うん、俺も柔術プロレス、シャーマンプロレス、ちょっと柔術、うん、シャーマンプロレス、うん、何すかそれ、あのアフリカでな、はい、あるらしいね、なんか、シャーマンで、シャーマン、はい、呪術、呪術師がプロレスをするっていうのが最近アフリカで流行ってるらしい。どういう試合ですか、呪術を掛け合う、観客分かるんですよ、毒切りでバーって振ってうわーみたいな、ああ、そうじゃない、戦うんですか、そうそう、戦う、接触するんですか、接触、パンチとかしてるんですか、いや、たまにそういうのもあるっぽいねんけど、やっぱ基本呪術がメインやから、ドッキリとか、あんまり接触しないですよ。粉振ったりとか、なんか書いたりとか、縫ったりとかして、パッつって、あーみたいな、が多いらしい。楽しそう。ちょっと見に行きたいですね。観客もシャーマンじゃないと見れないじゃないですか。大丈夫なんですか、それ。何起きてるか分かんない。分かんない。どういうことか分かんない。いや、俺もちょっと今 YouTube で調べてるから、あ、まず詳細分かったら、そのテクニックの概要欄に
あ、エロの海だんだん取り入れていきたいですもんね、そういうのも。やっぱそういうのね、はい、どん切りだもんな、まあね、あのまたロングで、ロング動画で解説しましょう。そうね、まだ全然そういうのやってるやついないから結構台風の目になる可能性あります、ね、あるよ、確かに全然サドルロック的な、そう、新しいの出てきた、どん切りだ、どん切り、反則だけどなはい、今日はそんな感じではまた、バーン。サブチャンネル始めました。SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。